ただ私たちに、お前らそうやってアピールだけだなって言うけど、それこそがアピールだけじゃねえかよっていう話なんですねマリ議員が10日間、処分になった話ですけどね、自民、公明と日本の維新の会、3党が声を上げたから、可決になったよね、やっぱり。全部が非常ですね、自,自公といい、日本維新の会といい。おっしゃる通りですね。 あの許しあげませんね、しまいに <laughs> 私たち、過激だって言われることあるんですけど、皆さんの方が過激でしょ、これ。<laughs> この除名ではなく、えー、党員停止10日ということが決まった次の日、声明を出してます、党声明で。でどういうことかってことなんですけれども、串渕真理が神を掲げましたっていうことですね、見ましたか、茶番って書いてあるやつやろうって今言われましたけど、こういう安保関連、日本案というものがあるわけですよ、防衛財源確保法。 まあもう皆さんご存じの通り、5年で43兆のお金を武器爆買いしたり、国内で生産を増やしたりとかすることをやっていくと、この5年を過ぎた後にまで支払わなければいけない兵器ローンを合わせると、全部で60兆円ぐらいになるって言われてます、防衛産業基盤強化法と、国内の防衛産業を守ろうと、衰退防止をするとは言いながらも、海外への武器輸出っていうのが支援する内容とかね、そういうものが含まれてるんですよ。でこれには段階があるってことです、まず大石だったんですね。 で何が起こったかってったら、今言ったような安,安保日法案みたいなものの一つが、委員会で議論されてて、野党側がこれはちょっとありえないだろうということで、怒ってくれたんですよでで、立憲民主党が中心となって、委員長首やっつって、その道義を出した、で、委員長首やの道義に、お前ら、令和も乗らへんかって言ってきたわけですよ、乗らへんかっていうのはまあまあまあ、あのそれ、乗った後どうするんですかってことを聞いたわけですよ。 まさかこれ、委員長首や、あかんかったわ。じゃあ、えっ、ー、と、一休みみたいな話になるんですかと。これ、体張って止めていくやつですよね、この流れからの。委員長首でも否決されます、数が少ないから。野党は。で、次、じゃあ、大臣首。でも大臣も首になりません、数が少ないから。からの、体張って。このいくつもいっぱい通されてる悪法を、何としても止めるっていう流れになるんだったら、もうぜひ付き合わせてください、って言ったんですけど。 えっとそんな時代じゃないんだよねっていう話になっちゃったんですね。で、だとしたら、じゃあ、その院長クビっていうものは何なんだよっていう話になるんです。いや、それ、あの普段私たちに、なんだろう、お前らそうやってアピールだけだなって言うけど、それこそがアピールだけじゃねえかよっていう話なんですね。 大石明子が本会議のときに、委員長首の動議のときに、大量の売国機民法案を廃案にするため、もっと本気で戦う野党の復活をというプラカードを出したんですね。紙を出したんです。で、これに対して、衆議院の議員運営委員会、本会議をどう開くか、委員会運営どうするかってことを決めるところなんですけど、そこで令和の大石共同代表に厳重注意。この厳重注意でよしということに関しては、共産党も絡んでるんですよ。 いいだろうって厳重注意でよしっていうことを賛成してるってことです、串渕まりがこういうプラカードを掲げてしまったということなんですね、掲げて当然だろうって話です、でいや、戦う野党でやっていこうぜっつったのに、またそれお前、プロモーションのためにやるのかよっていう話になったので、えー、こういう話になったんですね、与党も野党も茶番って、後で言われました、私、有名な人に、あのねって本当のことを言うっていうのは、人が一番怒るんだよって。 先輩に言われたんです。なんか、オブラートに包むとかっていうことをちょっと考えた方がいいよって、本当のこと言っちゃったから怒ったのが野党なんですよね。懲罰だっていうふうにテンション上がってたのが立憲民主党でございます。どうなったかってことですけど、皆さんご存知の通り、懲罰で開かれて、で、みんなの前で謝らされて、その謝った内容によってお前の懲罰のランクを決めてやるわ、みたいな話になって、で、そういうことを何回か繰り返しながら決まったのが、停止の10日間であるということです。だから、なんだろうな。 先ほど言われたような、自民がとか、維新がとか、まあ、いろんな名前がありますけど、立憲はね、党員停止10日間じゃなくて、もう開国でいいって言ったんです。いや厳重注意に近いものですよね。でもそれって、ちょっとなんかおかしくないあいつ、しばけって言ってる中心人物が、その後に急に抱きしめに来たみたいな。 これ DV の典型ですよ、そんなのね。で、泉さんがツイートしてた内容を読みますね。櫛渕まり衆議院議員の懲罰、本日、自民、公明、維新の賛成多数で、党員停止10日間が可決された。櫛渕議員は本会議で反省の弁明を行っており、立憲民主党としては、開国にとどめるべきとの同義を提出した。党員停止10日には反対しましたって、お前、そもそも懲罰やれって言うこと自体、間違ってんねんやろってことなんですよ。 だってさんざんやってきてやん、自分らって。少数者の抵抗権まで奪うような懲罰になっちゃったわけでしょ、これ。一筆、もうやりませんって書いたら、開国に下げてやるみたいな取引もあったみたいですよ、向こう側から言われたっていうような。断ったようです。あの、もうそちらで決めてくださいという話にしたというふうに聞いてます。はい、<laughs> まあまあ、こんな感じです。何かっつったら、これを機に令は潰してまおうと。 いうう話だと思うんですねまあまあ、鬱陶しいと思いますよ、言うこと聞かないから、言うこと聞かないに決まってるやん、言うこと聞かないために旗あげたんですもん、思いません <laughs> そうなんですよ、まあ、たまに支持者の人にも言われるんですよ、お前ら、言うこと聞けみたいなこと言う人いるんですけど、いや、無理やろうって、<laughs> 言うこと聞かないから、牛歩やってんねんし、言うこと聞かないから旗あげてるから、すべて自分の思い通りになるっていうコントロールをできるはずがないんですよ。 分からず屋の集まりですから、ね、空気読まないでいこうっていう集まりですから、もちろん個人差ありますよ、個人差ありますよ、がっつりやる人もいれば、まあ、ちょっと触りの人もいますけど、それはまあそこの範囲はちょっと、それぞれに任せるってことにしとかないと、ね、こう大きくしていくのは難しいですから、そういった意味で、本当に最後の最後まで凛とした態度で挑み続けた、櫛渕リーっていうのは本当に。 民主主義っていうのを体現してる人間だな。もちろん大石もそうですけれども、そう感じてます。ありがとうございます。